うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレ、こちらガズモデルの試作品ですけど、こちらを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、今回の曲はすごい曲ですよ。ドーン、夜遊びの怪物。この曲も YouTube でもう1億再生を超えているというもうとんでもない曲、怪物曲なんですけど、それこそね、はい、この曲ですね、めちゃくちゃ難しいんですよ。本当に難しい。歌も難しいし、転調といってキーがどんどん変わっていくんですよね。なんでちょっとね、これね、どうしようかなと思ってたんですけど、今回ガズレレオリジナルアレンジとして、なるべくね、まあ皆さんにとって弾けるようにしてるバージョンにして、やってみようと思います。2バージョンでやります。で、最初の初心者さん向けシンプル簡単バージョン最初にやろうと思うんですけど、そこではですね、もう転調なし、転調なしのもうストレートにキーが変わらないままでひとまずやってみよう、ひとまずこの曲、大好きな曲を皆さんにプレイしていただこうという私の思い一心で、めちゃくちゃ簡単アレンジにさせていただいております。ゆっくりやりますんで、これ初心者さんの方はこれやってみてください。で、後半なんですけど、やっぱこれはやっぱりサビでね、転調ガッとキーが上がるとこかっこいいんで、ぜひともこれやりたいなと思って、ちょっとだからコード、難しいコードいっぱい出てきます。で、もうシンプル簡単バージョンもかっこいいバージョンももちろんフルコーラスってとても長いので、もうウクレレ練習用のショートカットアレンジにしてて、すごくかっこいいところをこうバッとこうショートカットガズレレオリジナルアレンジやらせていただくんですけど、で、この夜遊びの怪物なんですけど、そのね、原曲はね、まあ、どんどんキーがこう転換していく、上がっていくんですけど、このガズレレのかっこいいバージョンとしては、その1回のキーのね、転調だけで、アレンジしているオリジナルアレンジとなっておりますので、その辺をね、ご了承ください。まあウクレレでなるべく簡単に弾いてみようということで、ね、まずはやってみよう、これが第一に、思っております。ぜひとも、2バージョンやりますんでね、最後までご覧になっていただければというふうに思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいと思ってたけどチャンスがなかったわとか、楽器チャレンジしたんですけど難しくて挫折しましたみたいな方でも、あっという間にもうウクレレ弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがあるんですよ。このプログラム今も全世界中の方に何十万人もねご活用いただいておりまして、もうチャンネル登録者の方も15万人、オーバーで、もう本当にね簡単にできるのがいいんですよ、このプログラム。はい、このプログラムをもうちょっとしたら皆さんこれシェアしようと思うんですけど、このここら辺に後でねリンク貼り付けるんですけど、そこの先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間に弾いて歌える弾き方ができるということになります。はい、これ YouTube ですからね、いつでもどこでも無料で楽しめますから、どんどんこれから音楽やるに変えていきましょう。ここですよ、そのプログラム。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単にすぐに弾き語りができるというレッスン動画と課題曲、すでにもう1600曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲も必ずあると思いますよ。探してみてください。それでは早速やっていきましょう。夜遊びの怪物、まずはガズレレオリジナル超簡単アレンジ、転調なしバージョンのゆっくりやるシンプル簡単バージョン、やってみます。1 2 1。ああ素晴らしき世界に今日も乾杯、街に飛び交う笑い、ごめんも見て見ぬふりしてるだけの作りもさ、気が触れそうだ、暗く休むほどのいい匂いがずっと刺したな、僕目を覚ます本能のまま今日は誰の前だ、はみ出さずまっすぐに生きること、それが間違わないで生きること。
ことありのまま生きることが正義か騙し騙し生きるのが正義か僕のあるべき姿とはなんだ本当の僕は何者なんだ教えてくれよシンプル簡単バージョン転調なしバージョンやってみました。本当はサビでねここの願う未来に何度でもって上がるんですけどここをね転調しなくてやった、これだと結構ねウクレレのプレイ自体ものすごく簡単になるんでぜひこれでまずはやってみてくださいということなんですけれども、後半のかっこいいバージョンでサビのところでねコードがクッちょっと難しくなって難易度が上がってキーも上がるっていうことをやるんですけどまずはこの簡単バージョン、ちょっとやってみてください。そして曲の中でこうキーをところでは2回弾き出てきまして、じゃーんじゃーんって大きいイメージで、それまでは1、2、3、4だったのに、じゃーんじゃーんって大きいイメージ。はい。この辺もちょっとやってみてください。でね、これ今聞いてもらって分かったと思うんですけど、めちゃくちゃ歌難しいんですよ。このキーの転調動向より、これ歌をですね、このリズム通りにしっかり歌うっていうことだけで、まずね、もうすっごいハードルなんで、キーとかそういうこと一回置いといて、歌とか言葉のタイミングをこう練習するという意味で、まずやってもらうのがいいと思います。で、まあさっきも言ったんですけど、このアレンジはガゼレレオリジナルショートカットアレンジになっております。本当もっとすごく対策ですごい長いんですけど、すごくインパクトのあるところをキュッとこう濃縮して、ガゼレレ独自の、ショートカットアレンジにしております。フルコーラスでやりたい方、それでもですね、コード進行を、1番とか2番同じですんで、やってないところのパート歌詞書き出して、オリジナルの、楽譜。フルコーラスの楽譜作れると思いますので、ちょっと参考にしてね、やってみてください。でもただし、これから後半やるかっこいいバージョンでは、一回しか転調しないんですけど、本来の YOASOBI さんはもうすごく展開何回もするんで、そこまでやるとなるとちょっと難しいんですけど、ちょっとね、ご自身でこう、考えながら、応用して、フルコーラスの楽譜作るのも楽しんでおすすめします。まずはですね、初心者の方とか中級者の方、今のシンプル簡単バージョンのガゼレレ YouTube に合わせて、一緒にやってみてください。この難しさわかりますから、歌のメロディーラインと言葉のタイミング、これマジでやばいですから、もうほんと一個言葉がずれただけで、もうわーってなっちゃうぐらいのやつで、まあとにかく聞き込んで、ゆっくりでいいんでやってみる。ガゼレレ YouTube のシンプル簡単バージョンに合わせられるように、まずやってみてもらって、そこまで合わせれるようになったら、おめでとうございます。まずこの曲はここまででもね、なかなかのね、レベルが高いんでね、これ大変だと思いますけど、まず一緒にできるのやってみてください。できた方おめでとうございます。じゃあその次のステップ行きましょう。その次のステップというのは一体何かというと、今度は、ガゼレレ YouTube を見ずに、ご自身だけで一人でこう弾いて歌う音楽を生み出す。これをやってください。その時はね、やっぱ最初のうちはやっぱ楽譜が必要だと思いますね。いずれ覚えちゃいたいけど、これを覚えるのはなかなかのことだと思いますけど、ひとまず楽譜を見て練習できるようにしていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかっていうふうな、声が聞こえてきそうですけど、安心してください。まずはですね、今ちょっとこのノートに書いて、このノートを見ながら今演奏していきます。見てください。今日2枚にわたってビッチビチ。このショートカットアレンジでもこんな感じですね。しかもこの言葉の並び見てください。やばいことになってます。はい。これもうちょっとしたらね、こんな感じで大きく写して、みんなもこんな感じでノートに書いてみたらいいんじゃないのって感じで、シェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の怪物を含む、ガズが今まで手書きで書いて書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんの、やってみたいな、面白そうだなという曲をお手元にスッとダウンロードしていただいて、もうもちろん YouTube と完全連動してますから、
からね、すぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目はトレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してば、どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。怪物、夜遊びでございます。ここに丸1って書いてあるから、これ今日は2枚にわたって山盛りでございます。はい。移していきましょう。で、この辺はすごく最初簡単に始まる Am とかで簡単に始まってくるんですけれども、はい。ここほら、止まるとかね。こういうのもちょっと見ておいてくださいね。でね、ちょっとご注意はですね、ここ下見て、なんかたったとか書いてあるし、ここはね、かっこいいバージョンでここかっこよく決めながら、ちょっとね、弾きたいんですけど、ここちょっと難しいフレーズが入るよということなんですけど、で、問題は皆さん、ここじゃないですよ。このサビ見て、下にくるっと囲ってるやつ、後半やるかっこいいバージョンなんです。ここもそうですけど、ここで要は転調があるんですよね。で、ここのコードが結構ちょっとおなじみじゃないのが出てきて、結構難しいです。はい。こんな感じで移していくんで、ちょっとこれ一時停止でメモって書いていってください。まずは A メロ、あとはね、動画のデモ演奏中のテロップをメモしていただくのもいいかもしれないし、ちょっと前に紹介させてもらったこのガズクラブで、このノートのデータそのものをダウンロードしていただくのは、一番このなんかお手軽かなと思いますけど、どっちにしてもね、楽譜を用意しましょう。はい。じゃあ一時停止で書いてもらって、はい、じゃあここ B メロからサビ。まず B メロ移します。一時停止でね。はい。このね、ガズはこの点でね、リズム測ってます。この点が結構大事ですからね。このリズム感、この点でリズム測るの分かると、結構この楽譜は読みやすいと。はい、じゃあサビいきます。一時停止、山盛りですからね。でこの辺からこう感想みたいなのをちょっとオリジナルで織り交ぜて、ここからねもうちょっとブリッジパートに入っていきます。でてて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 て、ここかける2なんで、ここ2行繰り返した後にもうね、もうすごいブリッジパートラップというか、ちょっとなんかね和風のね念仏みたいなところがあるんですよ。はい、清く正しく生きる、ここら辺がですね、もうビッチビチです、歌詞が。はい、これはもうじっくりリズムね、書いておいてください。ここにくるっと書いてダウンビートとか書いてありますけど、これはかっこいいバージョンで出てくるリズムですけれどもね。はい。こういう風に感じでブリッジパートをやって、ここがまた感想で、でってやるんですけど、ここ最後止まって、ここ、本来はここでもう一回、おとなしくなるサビが入るんですけど、今回ガズレアレンジとして一番最後のサビにもう移っていっちゃいます。はい、ここはサビはコード進行はさっきと同じなんですけど、歌詞がね、大まかに変わってくるんですけど、最後でちょっと繰り返しのところが出てきます。ここに間奏を挟んでますね。この辺がキーポイントです。ちょっとここ、じっくり見てください。ここちょっとブロック数がちっちゃくなってるんで。はい。で、ここがラストのバースですね。はい、ここ。コードのね、かっこいいバージョンで難しいコード出てくる。で、ここでもう終わっちゃった。これがガズレレアレンジとなっております。はい、それではね、出てくるコードをご紹介しましょう。今やったシンプル簡単バージョンはこの9つですね。Am と C と F、Dm と G7 と E7、Em7 と C7、A7。この9つのコードで今のシンプル簡単バージョンはやりました。ちなみに、
かっこいいバージョンはこんだけ追加されるんですけど、ひとまずこれ見るとびっくりしちゃうんですけど、こっちの今映ってるこの9個が入門コードのグループです。これいつもガズレレでおなじみのね、入門コードのグループ、これです。ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めようかなと思った時に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個の グループがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと言ってます。今日このうち9個出てくるんで、もう全部覚えちゃいましょう。でこれね、10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単なんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここでリンク貼っつけとくんで、ここでねコードの勉強、まずはこの10個最優先で覚えてください。まずそこから始まりますからね。はい、これはどっちにしても遅かれ早かれ覚えた方がいいと思うから、必須という名前がついてますんでね、じっくり練習して、まずはこのコードをものにしていってください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、いつも言ってますけど、このタイミング、このタイミングでガズが伝えたいことは、まず歌です。これからちょっとコードも弾き方も変わってグッとで、かっこいいバージョンで難易度がドーンと上がるんですけど、まあその上がる前に、まずはその前提として歌が難しいんで、歌のリズムと言葉のタイミングとメロディー、ここはなかなかね、特にサビがね、願う未来に何度でもずっと食らいつく、この間違いだらけの世界の中、君、音程がめちゃくちゃ難しいです。これも本当にね、腹式呼吸でしっかりこうリズムと音程キープしないと、じっくりまずは今の4つ弾きの転調なしバージョンで練習してからかっこいいバージョンに入っていくのをおすすめします。はい、じゃあそういうわけでここからかっこいいバージョンの解説に突入します。かっこいいバージョンでね、コードね、難しいコードいっぱい出てきますよ。どんどん解説していきましょう。はい、見てみますと、まずいきます。 A シャープと A と C マイナーというコード出てきます。 G マイナー7と、これが来た来た。一回しか出てこないんですけど、B マイナー7-5。これがね、もう悶絶です。ここに最後に一回出てくるだけでね、最後のクリア、ラストのところでね。はい、じゃあこのコードをどんどん解説していきましょう。まずは A シャープです。A シャープこれがちょこちょこ出てきます。A シャープこれと、ここ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 の 4箇所なんですよね。1フレットの1弦と2弦なんで、こんな風にギュッと角度つけて押さえて、ちょいちょいと押さえるか、あるいは1フレット全部ギュッと押さえといて、こうやって親指と挟んで、ここにちょっとスペース空いてるのがポイントですよ。ここはスペース空かないと押さえられないですからね。で、ちょいちょいと立てる。これ A シャープです。このコードね、かっこいいバージョンのサビのね、いきなり出だしでこのコード出てくるんで、ここで突っかかる人は結構多そうなんで、A シャープはなかなかね、これ難しいっていうか、ちょっとコツとしてはこうね、こうやって押さえるときには、ここの部分は、3弦と4弦はこっちで押さえちゃってるんで、ここあんまり気にしなくていいですよ。ここの1、2弦だけギュッとこうテコの原理使ってこう挟み込んでちょいちょいと立てる。これが結構キーポイントになると思います。ここね、こうやって押さえる方はここギュッと反り返る。これがポイントとなります。はい、じゃあ次はですね、A というコード。これはね、結構簡単。A7 と A マイナーを同時に押さえる。これが A です。これもサビの中、転調の中で出てくるコードです。はい、次これ。C マイナー。これもたまに出てくるんですけど、これはね、C の部分と2弦の3フレット。3弦の3フレット。こんな風に押さえる。こうかな、やっぱり。薬指がいいかなと思いますけど、まあもちろんこれでもいいですよ。一個ずつ押さえるんで。ガズの場合は薬指で押さえて、親指と一緒にこういう風に、テコの原理を使って、こうひねりを加えて、親指をこう前にグッと押して、こっちにこうグッと、なんていうのかな、こうひねるイメージでやってますけど、はい、Cm ですね。これやっていきましょう。はい、次。おい、Gm7。これさっき出てきた A シャープとそっくりなんですけど、押さえる場所は、ここと、ここと、ここと、この3つです。さっき、ここに1個足すと A シャープですね。すごい似てますけどね。こことこことここがさっき言ったように1フレット、1弦、2弦、このようにギュッと押さえて、ちょいと立てるか、あるいは、こういう風に反らないよという方は、こういう風にね、押さえたり、こういう風に押さえたりするか、あるいは、この3フレットまで押さえちゃって、こうやって、3フレットじゃない、ごめんなさい。3弦まで人差し指で押さえちゃって、ちょいと立てるのも結構やりやすいっていう風に言う方もいいですね。3弦のここのフレットはこっちで押さえてるのもあんまり関係ない、触れてるだけですけど、指の位置の問題ですね。はい、Gm7、使っていきましょう。で、今日一番ちょっと一瞬しか出てこないんだけどね、これがね、いい響きなんだけど押さえるのはちょっと厄介。はい、Bm7-5 です。これはね、考え方二つあって、まず Dm という入門コード、こことこことここでしょ。ここに1弦の2フレットを足したというふうな考え方ができます。まず Dm 押さえておいて、小指見て、1弦の2フレットをこうやって足すわけ。ね、狭いよ。こういう響き。もう一個の考え方は、G7 という入門コードあります。こことこことここ。はい、ここ。ここに4弦の2フレットを足すっていうイメージもあるんですよ。そうするとどうなるかというと、僕の場合、親指でこう押さえちゃうんですよね。そうすると、はい、こうか、こうか。親指で4弦の2フレットを押さえるか、小指で1弦の2フレットを押さえるか。
まあ、こんな感じです。 Bm7-5 ここがねちょっと切ないコードで、もうかっこいいんで、ね、ぜひ挑戦してもらいたいんですけど難易度は高いよということで、このだから今のにだから5つのコードが足されるわけで 9個のコードに5つ足されたという、結構だからコードがね転調するとやっぱ多くなっちゃう。この転調がやっぱりちょっと難易度高いんですよね。で、さっきも何回も言ってますけど、YOASOBIさんはここからさらにまた転調があったりするんですけど、今回はこの転調まででウクレレ練習用ということで、アレンジしているのがガズレレオリジナルでございますと。で、じゃあこのコードをちょっとじっくりマスターしてもらって、次はね、リズムに入っていきましょう。今日出てくるリズムはこれです。ドン !8 ビートのチャーがメインなんですけど、途中でね、清く正しく生きることでリズムがドンと落ちるんですよね。それを一応ガズレレではダウンビートって言ってるんですけど、その中で、まあ一応16ビートのチャーというリズムが参考になるかなと思って、それも一応書いておきました。あと、カッティング、シンコペーションという感じになるんですけど、今映ってるこの4つの弾き方、まずはちょっと弾き方解説動画を、ここにリンク貼りますよ。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという、ガズレレのホームページの1枚なんですけど、それこそ8ビートのチャット、16ビートのチャット、カッティングとシンコペーション、めちゃくちゃ濃厚なレッスン動画がもうすでに公開されてますので、そこをじっくり見て、それぞれのリズムを練習してみてください。で、今日はね、ちょっと全体的な流れで、パートごと解説していこうと思います。はい、じゃあまず A メロから説明していくと、A メロはね、もうほんとシンプルな8ビートのチャ、素晴らしい世界に共感、まあ、こんなね、元気いっぱいにボリュームに近づく感じでずっと行くんですけど、問題は B メロからでございます。B メロ、ちょっとやってみますと、ダッツタッタッツタッツ、ツタダッタッツタッタッタッツ、これはね、これカッティング。カッティングっていうのはちょっと F を押さえるよ、今。F を押さえてるときに、音を左手で止める。このときに、止めてるときに、カチャって押す。こういうのカッティングって言うんです。ちょっともう一回、めちゃゆっくりやってみましょう。この世界って何ができるのか、僕には何ができるのか、たった。まさにこのテロップと同じ最初のブロックは、この世界だ、たたたた、ただ。これ、今ちょっと言い忘れましたけど、この矢印マークはシンコペーションって言ってリズムがドンと前に突っ込みますから、まずこれ、F と E7 と Am って書いてあって、E7 の前と Am の前に矢印ついてますね。ここ、この世界だ、たたた、ただ。はい。これが前半です。そのまま後半行くと、僕には、ができるのかだった。こっちは C が2回入ったということですね。めちゃゆっくりもう一回繰り返します。この世界で何ができるのか、僕には何ができるのか、チャッチャー。この止まってる時にカチャカチャやるカッティングを入れるとかっこいい。もう一回やります。この世界で何ができるのか、僕には何ができるのか。はい。これ歌いながらやるのめっちゃ難しいです。なんとかこれをちょっとやっていただきたいと思います。その後もね、また実は決めが続いていくんですよ。もう一回ちょっと今のところやろう。この世界って何ができるのか、僕には何ができるのか、ただその幕の涙から涙、今の目から涙のところ、E7、E7 弾いて、Am でシンコペーションして C1 回弾く。その幕の涙から涙、これはね言葉とシンクロしてる。ただその幕の涙から涙、ね、あ、ここの言葉のタイミングわかるかな。ただその幕の涙から涙、はい、ラと涙のとこで Am と C、 こういう細かい決めが入ってくるんですよね。まあ、これちょっとフォローできたらぜひともやってみてください。じゃあ最後確認で B メロ全部まとめてゆっくりやってみましょう。 1,2,3 この世界って何ができるのか、僕には何ができるのか、ただその涙から涙、こぼれ落ちないように、はい、こんな感じになります。はい、そしてこっからサビですけど、こっから転調が始まります。ちょっとサビやってみますよ。せーの、願う未来何度でもずっと暗いつく、この間違いだらけの世界の中、君にはどっち、こんな感じでコードがどん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 ね、これは練習あるのみなんで、もう8ビートのチャで駆け抜けてください。で、そのまま今度、でん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 、怪しいこう感想に入っていて、その次、Q
清く正しく生きることではリズムがドーンと落ちるダウンビートってガズレレで言ってますけど、あのちょっとそこやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。ドンツコパカツドツドツコパカって、こういう風にね、ゆったりドーンと落ちるリズム、これをダウンビートと言ってるんですけど、これすなわちですね、言い方変えると16ビートのチャの応用なんですよね。ちょっともう一回 A マイナーでやってみると、ドンドチャカツダスダスチャカツカダンドチャカツダスダスチャ、大きくリズムを取ると16ビートのチャみたいな感じで、いいと思います。でさっきも言ったんですけど、この16ビートのチャっていうのを安定的に弾くのはちょっと難しいんですけど、まあ練習しましょう。もう一回ちょっとここゆっくりやってみると、さっきのレッスン動画めちゃくちゃじっくり見て、ちょっとこれ活用して応用してやっていきましょう。そして、感想やって、またサビ、最後のラストのサビを繰り返していくんですけど、さっき出てきた1回目のサビとコード進行とかほぼ一緒なんですが、今回最後のラストのところちょっと付け加えてるところで、さっきも出てきた Bm7-5 っていうのが出てくるんで、ちょっとそこをやってみるか、一回サビが終わって軽く感想が入った後からやってみましょう。僕が僕でからやってみましょう。僕が僕でいられるよ。Bm7-5 で Gm7、 ここがね かっこいいんだけど、これ急に Bm7-5 を押さえるとめちゃくちゃ難しいんで、ちょっとこれ慣れが必要かなと思います。もうね、2なところをついてくるというか、歌のメロディーラインとかコードの響きとか、まあそこら辺が YOASOBI ならではなんですよね。でもできるようになると気持ちがいいというかですね。まあとにかくこの曲はコードの響きとメロディーのすさまじさ、この上から下までこう、あとは、言葉のタイミング、この3つがね、もう見事にシンクロしておりますんで、はい。これはもう一筋縄ではいきません、皆さん。何回も何回もこうパートごとに分けて練習していくのがいいと思います。はい。とはいえ、しかしながらですね、やっぱりね、音楽っていうのは感情表現ですから、歌詞の中からこの曲のメッセージもしっかりこう読み解いて、YOASOBI の怪物のプロモーションビデオを見ていただいて、ああいうイメージを持ってね、やっぱり、ね、音楽ってほら、感情もちょっと込めたいから、こういう難しいとかいうこともあるけど、そういうのと2つ融合してこう発信していくのが素晴らしいと思います。さあ、それではやってみましょう。ちょっと高難度ですよ。はい、YOASOBIさんの怪物ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,1 あー素晴らしき世界に今日も乾杯、街に飛び交う愛、声も見てみるふりしてるだけの作りもさ、気が触れそうだ、フラフラすることのいい匂いがずっと刺した鼻の奥、目を覚ます本能、もう誰も気づ
怪物ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これは難しいけどできるようになるとちょっと気持ちがいいということで、ぜひ皆さんじっくりゆっくり時間をかけてこう自分の体を染めていくようにね、怪物ぜひとも挑戦してみてください。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にねガズレレウクレレでイベントなんかやろうよっていう時に、うまい下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこう、滲み出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこう、イベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のこと、ここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て、皆さんどんどん振るって応募ください。ここに詳細書いてありますからね。待ってますよ。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これ、ウクレレケースなんですよ。ここにプリントが入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本。リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。